こんにちは、泉ひなです。今日はですね、明日から1泊2日で長野県にグランピングに行くので、パッキング動画を撮りたいと思います。ちょっとで、ヘルツゴ見て、グランピングに備えて髪をね、久しぶりにオレンジにしました。めっちゃ可愛い、理想通り。絶対にグランピングで写真とか動画映えそうだもん。じゃあ、ちょっとグランピング準備やっていこう。1日目はグランピング施設でバーベキューとサウナ予約してて、で2日目は近くにスキー場があるから多分スノボ行こうみたいな話になってるから、結構やること多いんだよね。スーツケースじゃなくていいよね、リュック足りん。一応ね、スキーウェアもレンタルもあるみたいなんだけど、私はそこに置いてるのでスキーウェア持っていこうかなとか思ったりもしてる。そうだから1泊2日なので、小梅さんが今妹宅にお泊まり保育してます。寂しい、マジ寂しい。なや、ごめん。ね。うい。おいしょ。じゃあまずね、いるものをまとめていこうかしら。じゃあまずは下着。一泊二日だけど、サウナ行ったりスノボ行ったり、もしかしたら温泉行くかもしれないし、3日分か4日分くらい持っていきます。収納用ポーチを持ってきた。旅行にはこういう収納ポーチがあると便利です。私意外と旅行だと用意周到なとこがあって、ちゃんと持ち物リストにまとめて忘れ物がないかチェックもするし、しかも結構ティッシュとかウェットティッシュとかも余分に持っていく癖がありますね。グランピングは今回あかりっていう私の友達と、あと私の彼氏と彼氏の友達と4人で行きます。夏もね、4人で海行ったりプール行ったり旅行行ったりしたんだよね。じゃあ下着は用意できたので、次はメイク用品だな。メイク用品は今さ、髪オレンジだからやっぱオレンジメイク系がいいと思うのね。なのでちょうどさ、この前の福袋で当たったメイクコスメたちがめっちゃオレンジ系にぴったりなコスメが多いので、これをメインに持っていこうかな。でスキンケアは1本丸ごと持っていくのは重いので、だいたい私はこういうさ、袋に今までもらった試供品とか小分けに合ってるスキンケアをまとめてるので、ここから選んで持っていきます。これ VT とシカのスリーピングパックなんだけど、これとかめっちゃね使える。一応この持ち歩き用のマウスウォッシュも入れとこう。こういうね、持ち歩きのこういうヘアオイルはマジ大事。あとはいつも私がサウナ行くときに持っていくサウナセットですね。こういうサウナハットとかをこうやってかぶって入ります。シャンプーとかボディーソープとかもこんな感じでね、いつか買った試供品とかミニサイズのものを持っていきます。クレンジングはいつもね、部屋お風呂で使ってるこのクレンジングを使います。はい、じゃあサウナセットはこんな感じ。パックさ、友達とかみんなにも貸せるようにちょっといっぱい、しかもいろんな種類で持っていくことにした。こんな感じです。これ私の激推しパックで、あとは何がいる。こんだけさ、なんかいろいろ入れてても忘れ物ありそうで怖いわ。カーラーはね、絶対忘れずですよ。このユニクロのパッド付きヒートテック便利だよ。そう、ニット帽をね、スノボもするし、まあ普通もの時も使えるから持っていかなの。ニット帽どれにしよう。この H&M のピンクのやつか、この親友からもらったセリナのニット帽か、こういう目出し帽みたいな。これは実家からパクってきたやつ。こういうのでもいいよね、スノボは。セリーヌは汚したら嫌やからな、なんかどっかに忘れて帰ったり、なんかやめとこうかな。これにしよう、じゃあ私は。で、あかりにもニット帽活躍セクしてるから、このピンク持っていきます。スキーの時に使えるモコモコソックス。多分ウエットティッシュは置いていないだろうという計算で一応持っていきます。はい、ウエットティッシュ。あ、そうそう。今めっちゃ花粉症なの私、だからちょっとめっちゃティッシュ持っていく。ティッシュはこのさ、こういうビニールに入ったティッシュ箱を、ティッシュケースを3つ持っていきます。持っていきすぎやろって思うと思うけど、移動が結構4時間くらいと長いので、その間にね、噛むティッシュが足りなくならないように持っ
ていきます。鼻も噛むやろし、水着も濡れるし、スノボも行くしで、いろいろ使えるから、このポリ袋持っていきます。服をね、決めてないの。でもあったかい服装がいいやん、多分。しかもゆったりできるやつだから、スウェットはまず持っていこうと思ってて、このグレールのさ、もっこもこスウェットめっちゃあったかいから、これ持っていこうと思うんだけど、グレーか白かめっちゃ迷うの。どっちがいいと思う？かわいい。こうやってグレーグレーで合わせても、グレーにしよう。よいしょ。こっちもね、こっちの方が顔映えるからいいんだけど。あとパーカーね、パーカーどれにしよう。あったかくてかわいいやつにしよう。このさ、バイトってとこのビートルジュースのスウェットです。かわいくない？裏もこんな感じでビートルジュースってなってるの、かわいい。なんか一応ね、館内着はあるらしいんだけど、なんかパジャマとしてもこういうのだったら使えるし、普段着にしてもかわいいから。あと何やろ、クランピングってみんなどんな感じの格好で行くの？結構みんななんか普通に綺麗めの格好してる人も多いの。 T シャツ持っていこう。このビレバンで買ったストレンジャーシングスの T シャツにしよう。もう一枚 T シャツを持って行ってもいいの、かさばらんし。このコウメティ、私の自作コウメティ持っていくか。 T シャツもね、パジャマとして使えるから、まあ、あるといいよね。スノボの時とかもさ、スキーウェアの下に、まあ、スウェット着てもいいし、 T シャツでもいいしね。 T シャツ寒いか。あと何がいる？もうわからん。水着用意しないといけないこと。おいしょ。何しよっかな。一緒に行くあかりがめっちゃおっぱい大きいから、あんまりおっぱい目立たないやつにしよう。去年めっちゃ使ったこのシーンのこれでいいかな。これ着痩せするしね、いいの、楽。服どうしよう、マジで。なんかインスタでグランピングしてる女の子とか見ても結構なんかバラバラやし、ちょっと私はラフな感じで行きたい。かわいいよ、ダボダボみたいな感じ。はい、いいね、これは。この組み合わせは決定。1日目と2日目どっちにしよう。1日目楽やし、やっぱこれで、これにショートブーツに黒ダウンでいいかな。キャップとかね、かぶってかっこよくしてもいいし、荷物減るけど2日目も同じ感じのスウェットでいくか。なんかさ、夏やったらいろいろワンピとか着てもいいかもしれんけど、冬は防寒一択やからな。切り替えになってる、こういうセットアップがあるよ、これ。後ろ下、ロングスカート。こういうのを着てもいい。可愛くない？これ。ジャージに合わせても可愛いし、このスカートに合わせても可愛い。これもさ、ポケット部分が、ここね、切り替えになってんの。可愛くない？よし、2日目はこれに着てた。そういえば、靴下を用意するの忘れてた。靴下は、何持っていこう。まあ、ショートブーツなんで、ちょっとロングめの靴下を、3、4枚持っとけばいいか。雪降ってたりしたらさ、靴下濡れたら最悪やん。だからちょっと余分に持っていっておく。よし、靴下、下着、水着、あと化粧品、スキンケア全部ここに入って、閉まるかな。すごくない？ワンセットになった。見て、こうキャッチボールできるやつ、これはちょっとグランピングで使えるかもしれんけど持っていっておこう。トランプ持っていこうと思ったのに、トランプが行方不明になっちゃった。どこや。最近使った覚えもないしな。あと iPhone 充電器とカメラ充電器と三脚持っていけば完璧やん。どうしよう。あ、違う、間違えた、スキーウェア入れてないんだった。普段使わんもんたちはさ、ディズニーとかもそうです。だいたいスーツケースに行くんです。多分これやね。ほら、よいしょ。ゴーグル、手袋、あ、そうそう、スキーね、ニット帽、こういうのもあんのか。かわいい。ほら、こっちの方がいいかも。スキーウェアは、これは妹のお下がりなんだけど、専用、妹の借りててそのまま置いてんだけど、大しておしゃれでもないけど、まあ、ないよりはいいよね。でか、だいぶお荷物よ。でもレンタルしたらね、お金かかるし。グランピングってスーツケースで行っていいもん？ちょっと違うけど、ちょっと一回ダメ元でこのね、無理やとは思うけど、
入れてみよう。着替えはこの大きい巾着にひとまとめにします。これ入れたらもうパンパンなんやけど。はい、いや、パンパンなんの。ほら、もうこれ以上入らん。なんか大きいトートあったかな。マジで大きいさ、バッグがさ、この昔使ってたチャコトの衣装入れしかないんやけど、確かにこれは便利やぞ。これにするか。よいしょ。絶対なんかちょっとグランピングはスーツケースは違う気がするんよ。どうなんやろ。ポリ袋はリュックのポケットに入れとこう。ティッシュとね。でもティッシュ残り2個はこっちに入れとこう。サウナセットと遊び道具とウェットティッシュ。紙皿とか紙コップ一応なんか家にめっちゃ余ってるし、向こうにある、多分あるとは思うけど足りんくなるかもしれない。これも持っていっとこう。財布とかそういういつも通りのやつはもう最後ミニバッグから買えるけど大丈夫かな。あ、じゃあ準備多分終わりました。ということでこんな感じでリュックとこの衣装袋にまとめたので、この感じで行ってきます。バイバーイ。また Vlog にするので見てね。